ロージーステーション始まるよ。皆様こんにちは、ロージーステーションです。いつもご視聴いただきありがとうございます。私は今犬山駅から出発した普通列車東岡崎行きに乗車しているとこです。犬山のポイント群気持ちいいですね。端っこの方から出発したので犬山線の本線に入るまでポイントをゆっくり通過したところです。季節は春、春といえば花見けど、桜のシーズンはもう終わってしまったので違った花見をしに港南まで行ってみようと思います。毎年4月の中旬から5月のゴールデンウィーク明けぐらいまでここ港南で開かれる富士祭りという有名なお祭りがあるそうで、そのお祭りが開催されている曼荼羅寺というお寺まで今から行きます。港南は快速特急も止まるので遠方からの移動でも比較的短時間でアクセスができる駅となっています。駅前ロータリーには大きな看板が、富士の花言葉あなたを歓迎しますなんて言われちゃうととても嬉しいですよね。曼荼羅寺までは名鉄バスに乗る必要があります。乗車時間は約10分少々、お値段は220円、1時間に約3本のバスが出発してます。これが曼荼羅寺ですか。いや実は来るの初めてなんですよね。屋台も出てますね、楽しそう。お寺入り口から少し先で停車、そこから歩いて5分ほど戻る感じです。屋台もさすがお祭りだけあってたくさんね出てました。あっちこっちから美味しそうな匂いがねプン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 漂ってきて、香味ソースの焼きそばうまそう。名古屋といったらやっぱり香味ソース、値段は高いがいい味ですなんていう CM 昔ありました。本当自分も普段の食卓香味ソース派です。しょっぱい系だけでなく甘み系のね屋台もねいっぱいありましたよ。屋台の種類とお値段なんか分かるようにね右向いて左向いて今、撮影しているとこです。どうですか、伝わりますかね雰囲気。人も多かったですよ、意外とね前に進めなかったです。通路を抜けるとこんな感じで広いエリアに、中にもまだ屋台がね何軒かありました。この辺はお祭りの定番ですね、射的、すくいもの。そして突き当たりには立派な建物、お寺の本堂かと思います。それでは富士の花を見に行きましょう。このお寺は現在市が管理しており、公園としても整備されているそうです。その公園部分に大きな藤棚がねこういうふうに設置されているんですが、あれちょっとなんだかうわーすごいっていうほどでは情けな雰囲気がしますね。色もくすんじゃって枯れ始めてるような、長さも短くて、今日は4月の28日なんですが来るのが遅すぎたのかな。それでもこの白系の富士は色鮮やかでとても綺麗でした。公園の奥にはなんだか屋台とはちょっと違った雰囲気のお店が、居酒屋風の建屋がありました。公園内には
こんな感じの池もあって、お散歩するにはとても気持ちのいいところです。ぐるっと一周藤棚を見て散歩したんですが、思ったよりもやっぱ時期が悪かったのか、来るのが遅すぎたのか、ちょっと不完全燃焼。せっかく江南まで来たのだから、なんか近くにないかなと思って、次にやってきたのが木曽三川公園フラワーパーク江南という場所です。マンダラ寺から歩いて約30分ぐらいでしょうか。国営公園で特に入場料だとかね、そういったものはなくて、誰でも気軽に入れる広々としたフラワーパークです。めちゃめちゃ広くて開放感たっぷり、緑あふれるとてもいい場所です。公園の東側端っこにはこのような施設があって、クリスタルフラワーというレクリエーション施設が建ってます。入場料とかは必要なくて誰でも中に入れます。建物の中はこんな感じ、できたばっかりの建物なんでしょうかね、とても綺麗でした。そしてこちらはレストスペース、無料で使える休憩所のようで、中には喫茶店的なお店もあるようです。ここは2階部分、観葉植物が多く展示されてました。さらに上へと登れる階段があって、この先は屋上に出られます。屋上は意外と高くて見晴らしがとても良かったです。最後にここフラワーパークで咲いていた花の写真、たくさん撮ってきたので、よかったら見てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画、よかったら見てください。